はい、どうも皆さんこんにちは、ドラミです。今回はね、古代高校の攻略ポイントを押さえて紹介していこうかなと思います。7755を達成した、方法についてね、まとめたので、よかったら最後までご視聴よろしくお願いします。ではどうぞ。はい、古代高校、特徴とは何といってもこの冒険なんですけど、冒険、倹約、運搬、鑑識、これ一番一体どれがいいのっていう話なんですけど、結論から言います。運搬が一番いいです。運搬でどんどんアイテムを、かっさらっていく、この方法がね、一番効率がいいので、まず運搬を集めましょう。はい、ということで、運搬係を遺跡探索くんも含め1年目に4人入れました。できればね、運搬係は8人、2年目までに8人入れればいいんですけれども、現状では運搬かつ投手という選手がね、なかなかいないので、こんな感じになっています。今回も投手固めの方が効率がいいです。あと今野ちゃんですね。今野ちゃんについてちょっと説明しなきゃいけません。今野ちゃんはこの機材効果アップ、古代高校ではどんどん機材を充実することができるんですけども、この機材効果アップの効果がかなりでかいので、まず今の1年目はこれ必須かなと思いますね。あとレベル35で取れるこの明るい笑顔、この練習効果がかなりアップするというね、明るい笑顔効果、これめちゃくちゃ高いので、今野ちゃん1年目は必須かなと思います。入部手続きが終わったらね、この高校何をすればいいのっていうことなんですけど、まず発掘しまくってください。特にねピラミッドですね。1年目はまずピラミッドを調査しまくってください。発掘しまくってください。なぜならこの首飾りをまず10個最短で集めなければいけないからです。首飾りを10個集めると発掘に2人ずつ、選択することができるようになります。そしたらね、アイテム回収速度が倍増するので、ものすごい効率が良くなります。とにかくピラミッドを発掘しまくってください。では練習の方なんですけども、練習選択に関しては1年目はまず野手のミッションを、クリアできるように選択していきましょう。1年目しかね、野手練習がほぼやる機会がないので、もう野手の練習、とにかくミッションを起こせるときはミッションを起こせないときは投手練習の一番人数の多いところを、選択するようにしていくのが多分効率がいい練習選択になるかなと思います。なぜ1年目、野手の練習を選択するかというと、監督ポイントがね、この高校かなりシビアなんですよ。監督ポイントがもう毎月、いつもねパワフル高校や帝王高校の場合は毎月もらえていたんですけども、古代高校はもらえるのは冒険コストのみで、監督ポイント全くもらえないので、ミッションでしか稼ぐことができません。とにかく監督ポイントを稼ぐためにも野手のミッションもね、できる限りやっていけたら、よりいいかなと思います。はい、続いて監督スキル、この監督スキルの、習得順序について説明していきます。この監督スキルの中で一番欲しいのはまずエクステンションですね。発掘できるエリアが増える、もう場所を増やすだけでもうだいぶ効率がね、上がっちゃうので、場所を一つ増やしましょう。これを一番最初に取ることをお勧めします。その後にリダクション、メンテナンスの順番でね、取っていくのが多分一番いいんじゃないかなと個人的には思います。リサーチャーやサーベイはね、運が良ければ取らなくても全部エジプトじゃねえや運が良ければピラミッドやったりね、水没神殿を引き当てることができるので、極論運がいい人は全く取らずともいける。自分みたいに運のない人はね、ここ全部取らなきゃいけないとは思うんですけども、はい、それはまた皆さん後々自分の、運命力とご相談の末、取るかどうかを考えてください。最低限必須なのはエクステンション、リダクション、メンテナンス、この3つはね、この順番で取ることをお勧めします。続いてね、トレジャーなんですけど、トレジャーはオーナーのお任せ品目。まずこれね、成長の巻物から、ムニムニボールまで、まずこれを集めましょう。全部取らなきゃいけないです。3×12345 ですね。3515。
15個のアイテムを、オーナーから、もらっていきましょう。これで練習効率がねかなり上がるので、まず地道にね一つずつ、やっていくことをお勧めします。はい、そしてね、試合についてなんですけど、試合パワフル高校や帝王はね、まあ、パワフル特にパワフル高校は試合に勝つことで、勝って学校の評判を上げることがすごく大事でした。でも古代高校はね、正直言って勝たなくてもいいです。もう弱小、学校の評判が弱小のままでも、冒険コストはトレジャーをね売ることによって、売却することによってなんとか持ちますね。まず最初は黄金の首飾り等を売っていけばいいんじゃないですかね。で、虹の彫像も余ったらもうどんどん売っていけばいいと思います。それだけで、古代高校は冒険コストをなんとか回収できるので、現段階では、全く試合に勝つメリットがねないです。まあ、試合に勝って試合数、試合のミッション、試合の選手ミッションですね、守の40イニングだったり、水木の10奪三振とかだったりね、山口の20イニングだったり、まあ、そういったミッションをクリアするためだけの試合数はなんとか確保 しなければいけませんが、まあ、それ以外あまりメリットがないので、あまり深く考える必要はありません。これ古代高校のねかなりいいとこだなと思います。うまいこといけば1年目、まあ、12月までに、まあ、1月までか1月1週までに、冒険、水没神殿を冒険することができます。まあ、これをね、やれるようになれればだいぶ、早い段階で練習設備を回収できるのではないでしょうか。この虹の彫像でさらなる、加藤姉妹からさらなるアイテムを手に入れていったらもう準備は整います。はい、2年目のね、入部キャラ選択やってきました。と、まあ、選んだ基準としては、まあ、もちろんピッチャーなんですけど、全員ピッチャーなんですけど、全員に経験値を、練習値を与えられるキャラクター。まあ、全員に練習値や経験値を与えられるキャラクター、なおかつ、星の高いキャラクターをね、順番に選んできました。浜崎さんはこの前のミッション、強化によってね、だいぶ経験値や練習値を周りに配ることができるので、彼は結構おすすめですね。浜崎 SR 持ってる方はぜひとも入れた方がいいかなと思います。あ、PR、R の段階でも、だいぶ結構ポイント与えますね。結構おすすめですね。はい。浜崎はおすすめです。まあ、ここはね、皆さん のお手持ちのキャラクターとご相談の上、どれが一番いいかっていうのはね、選んでみてください。あとね、注目選手と、注目キャラクターとして小筆を選びました。彼女ちょっと説明しなきゃいけないですね。今野ちゃんと同じくなんですけど、小筆ちゃんもかなり優秀なキャラクターになってます。前のアップデによって、マネージャーのレベルがものすごく上がりやすくなってるので、小筆ノートもね、いけると思います。レベル35。まあ、小筆ちゃんが SR の方は小筆ノートまでいけると思います。まあ、R や PR の方もね、レベル30までは普通にいけると思うんで、彼女はね、選ぶべきかな、と思いますね。スタミナ練習4人、プラス小筆で、なんかとんでもない経験、3000近くの経験値をもらった記憶がありますね。はい。ということで、小筆ちゃんはおすすめです。はい。2年目の入部キャラ選択が終わったということで、投手が5人追加されたということでね、投手練習がとんでもないことになっています。投手練習が充実したということで、もう2年目以降は、投手の人数が一番多いところ、なおかつミッションをクリアすることを目指していけば、かなり戦力は伸びるんじゃないですかね。もちろん、加藤姉妹から、アイテムをね、ちゃんと交換して、大成長の巻物から DVD までもう取れば、まあ、あとはもう、虹の彫像はいらないので、どんどん虹の彫像、まあ、売却していって、冒険コストを稼ぎつつ、その冒険コストを稼いだもので調査や発掘をやっていくと。で、それをどんどん繰り返していけば、もう3年目終了までいけると思うんで、冒険コストが足りなくなるということはおそらくうまく回せばないかなと思うんで、ぜひとも皆さん頑張ってみてください。もうパワフル高校がもう霞むぐらいの練習効率なんでね、古代高校とんでもないです。ぜひ皆さん最後までね、この充実した練習内容で強いチームを作ってみてください。
何を最後監禁すればいいのかということなんですけども、これはね特殊能力のコツ、これがかなりおすすめです。参考までに、まあ、ミートやパワー正直言ってこの辺は買う必要がないかなと思います。まあ、弾道は買ってもいいと思いますね。弾道はまあ4まで上げればだいたい20から30星が伸びるのでね、弾道は上げるべきかなと思います。球速やコントロール、スタミナ、変化球も上げれるならまあ上げちゃってもいいと思いますけど、何よりもね特殊能力の方を優先してください。参考までに、特殊能力一つつけるごとに、早期を除いてね、この逃げ玉から、研究員のトレードリストの中の逃げ玉からムード丸まで早期を除いて一つつくごとに星が7アップします。まあ、早期についてはね D から C、C から B がそれぞれ4と3ずつアップして、まあ、合計7という形になります。まあ、一つずつ球速やコントロールをね買うよりも特殊能力をつけてしまった方が一気に星が伸びるのでおすすめですね。あ、ちなみにノリでのとっておき、ノリでのとっておきも盗塁を除いてね全部プラス7アップします。低め丸や初球丸、固め打ちがつくたんびに星が7アップしますね。盗塁については早球と同じく、まあ、なのでね特殊能力が結構効率がいいので、特殊能力から買っていくべきかなと思います。ゲドウ君の秘密カタログはじゃあ買わなくていいのかという話になるんですけど、ゲドウ君の秘密カタログについてはそうですね、もう少しで能力が上げられるよっていう、ものから買っていくべきかなと思います。例えばもう少しの球速練習値で球速が一つ上がるよっていう時は取っちゃってもいいかもですね。ちなみに参考までに変化球について、変化球の総合レベルが12から13、まあ、一つ上げるたんびに、星の上昇数が15アップします。総変化レベルが13から14も星が15上がりますね。なのでもうちょっとで変化球レベルが一つ上がるよっていうキャラクターに変化球成長玉を使ってあげて、まあ星を15伸ばしてあげる、まあ、特殊能力が2つ分ついたっていうことなんでね、もう少しで能力上がるよっていう時はぜひとも、使ってあげるのもありだと思います。いやむしろ使うべきなのかな、変化球はやっぱり査定が高いのでぜひとも伸ばしてあげてください。球速やコントロール、スタミナについてももう少しで能力が上がるよっていう選手にね使ってあげるのが、まあ、ベストかなと思います。はい、以上で古代高校の攻略動画、まとめ終わりになります。いかがだったでしょうか。一つでも参考になったよっていうポイントがあればぜひとも高評価、チャンネル登録等よろしくお願いします。励みになります。またね、こうしたらいいんじゃないかとか、こういう攻略方法があるよとか、そういったこともねコメントなどで、お知らせしていただければ、今後の参考になるのでぜひともよろしくお願いします。ではここまで、ご視聴ありがとうございました。古代高校今後の強化もね楽しみに待っています。では皆さん良い名将高校ライフを。バイバイ、おつぞらでした。失礼します。